花火は今から364年前、慶長18年8月6日、長崎から来た花火唐人と言われた外国人によって打ち上げられたのが初めてである。この当時の花火はそのほとんどが打ち上げ花火であったが、その中で花火職人佐吉は後に仕掛け者と言われる華麗な花火を考案し、江戸っ子の拍手喝采を博した。事件はこの佐吉から端を発した。おう、今帰った。なんで、せっかく面目を残して帰ってきたっていうのによ。もう寝ちまったのか。なんだ、なんで、何してんだよ。人の血上がりくげってなんだ。やらな真似をしてすまぬ。どうしてもお主の力が借りたいのだ。佐吉は必ず返す。五六日耐えてくれ。父ちゃんを連れ戻しておくんなさい。佐吉は死後んちで返すと言ったんだな。はい。言葉つきも丁寧で、しかも金まで置いてった。お奉行、大名の花見道楽に、まあ、いちいち目くじら立てることはないでしょ。佐吉を連れ出して世間をあっと言わせる打ち上げ花火を作らせるつもりですよ。何万石というお大名が花火比べにうつつを抜かしてるなんて全く天下大変ですよ。金持ち貧乏人一緒に楽しめる花火なら心配ねえが、火薬ってのはな、一つ間違うと何十人何百人って人間が粉々に吹っ飛ぶんだぜ。奇妙な匂いですね。甘いような酸っぱいような。そんな匂い袋どっかに売ってねえか。さあねえ。はあ、この匂いが花火職人を連れ出したものの手がかりなんですね。おめえに聞いてもしょうがねえな。どういうことですかそれは。おとやはもう匂い袋なんか縁がねえ年だもんな。まあ失礼な。何にも知らんと。その匂いなんだかわかります。長年やっておりますがさっぱりわからないですね。おきのちゃん、おかみさんのご帰還だ。酒一杯持ってきてやんな。はーい。旦那、無駄足させて悪かったな。それじゃあの布切れの匂いは見当がつかなかったんですかい。おかみさんはね、俺は犬年前だからさ、すぐ匂いを嗅ぎ分けると思ったんだがな。
なんだよ、人を野良犬みたいに言わないでおくれよ。お奉行様。なんだい。お奉行様、早く逃げてください、早く。どうしたんだよ。え、どうした。あ、お邪魔いたします。どうぞ。何か私が参りましたら逃げんならんような、何かそんな事情でもおありになるんでしょうか。いや、逃げるなんて、そんな。ああ、そうそうそう、これの探索だよ、これの。そうでございますか。まあ、それにいたしましても、私が入ってくなりキャーキャーと、この店のお方のしつけのよろしいこと。お手を、何か分かったのかい。この木では紅花で染めたもの。紅花。はい、これは奥州は上の関の特産のはずでございます。上の関。こっそり花火職人で殺されたっておかしなもの作れるかよ。しばらき佐吉を下ろして名を解け。戸惑う、甘やかしてはならんぞ。いいか、下ろせ下ろせ。佐吉、無理を言ってすまぬ。だがどうしても承知してもらわねばならん。知らねえよ。あくまでも拒み続けるつもりだな。お主の女房子供にまで痛い目を見てもらわねばならぬ。卑怯だ、汚ねえよ。佐吉、ランマンという領民を救うための頼みだ、承知してくれ。佐吉、我々はどこぞの範疇の者と名乗るわけにはいかねえ。だがお主に頼んでることは何万という領民を救うための人助けなのだ。人助け。承知してくれ、お主ならできる。作り方はここにある。下屋敷へ着けてくるな。はい。あれは奥州上の関藩だ。そうだよ。さあ、あったあった。あと先どっちもどっちも。次だ。先。行かないか。あとないか。あと。あと。あと。それました。勝負。先二つのあと六つ。あと。ごめん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 。なんで、なんで、煙ってかすんなよ。入れてくれよ。もしやお侍様、深川奉行の。知ってたのかい。鉄火場で奉行もくそもあるもんかい。遠慮なくむしり取ってくんな。本当によろしいんですか。いいよ。お腹かったら、ふんどしまでもらってくぞ。こいつは面白いお奉行様だ。よし、行こうじゃねえか。よし。よし。さあ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 。あ、まあ、どんどんやってくんな、早く。お奉行様にごちにならんたんて、どうせ持ってねえ。何言ったんだよ。たんまりかざしてもらったんだよ。お、持ってこう。ええと。ところで何だって上関の殿様は、なんか、こう、派手なことが好きなんだって。例えばさ、この、花火なんかが好きなんだな。とんでもありません、花火どころじゃありませんよ。あのね、お屋敷内じゃ固く口止めされてんですがね、どうも老害じゃねえかって話ですよ。老害か、そいつはいけねえな。お奉行様ね、それでやる。悪ふざけよしてくださいよ。旦那、先手打ちやがった。ただの花火職人門明かしじゃねえことがはっきりしたべ。
どうだ、手引き書きだけではわからんか。長崎から取り寄せたものだ。異国では次元爆裂弾と言えそうだ。時計の針を黒煙に合わせれば自由自在に仕掛けた火薬が爆発する。ちょっと待ってください。歯車の摩擦で仕掛けた火薬に点火するってとこまで。ああ佐吉、ああこいつはいけねえや。代わりの男ありませんか。おっしゃる通り、花火に手を加えりゃとんでもねえ人殺しの道具にもなるし、何十畳の岩も吹っ飛ばすことはできますよ。いやそんなことすりゃ世間が大騒ぎしてお上の耳にも入っちゃう。佐吉をかどわかしたのはもっと他の狙いがあるんじゃねえかな。どうしちゃいますと、例えば人の手を煩わすことなく火薬を爆発させるとか。無理ですよ、お奉行様。火薬は火をつけねえことには爆発しません。花火職人には無理なや。あ、お奉行、探したんですよ。どうしたんだよ。おかみさんがね、あの神の関藩の神屋敷に乗り込んでいっちゃった。神屋敷？まあ、綺麗。私に似合うかしら。でも、お殿様のお加減が悪いと聞きましたが、いかがなんですか。まあ、もうあなたの耳にも入っているの。だいぶお悪いご様子よ。誰か。はい。松千代君を見かけませんでしたか。いいえ、いいえ。風邪でも召されたら大変です。すぐお探ししなさい。はい。はいけません。松千代君はもうすぐ元服ではございませんか。近く国家老の石坂殿が出府されるらしい。ではいよいよ家督相続に決着の時は。見ろ、あの体の弱い松千代君に上の関五万三千石が統治できると思うのか。兵馬、次元爆裂弾とやらはいかがいたした。あと一両日のお湯よ。国家老出府前にことは片付けねばならぬ。急げ。は、行こうか。見かけの女子じゃ。飛び来る吹き矢を叩き落としたり、右に左
本当はおかみさんにしがみついてたんですってね。あんた見てた？ちゃんとおかみさんから聞いたわよ。許せよタコの野郎、許せよってことだ。ごめん、あんた余計なことをするなって言うんですか。女はね、おしとやかの方がいいんだよ。じゃじゃ馬は生まれつきですよ。何しろうちの店先で殺しがあったんですからね。ことはどうやら上関藩の家督相続をめぐるお家騒動だ。え？そいつがご公儀の耳に入りゃお家は改易だ。だからよ、下手な動きをするやつはどんどん消しにかかるんだ。そこまでお見通しだったんですか。殿様が老害で寝てるときゃバカだってわかる。わかりました。余計な探索をしてすいませんでしたね。本田さん、おい、その船待て。おい、何か待てってのが聞こえねえのか、この野郎。おい、おい、その船待て。聞こえねえのか、行くぜ。上の関藩の下屋敷ですか。ちょいと見張っててくんな。さっきは上野関藩の下屋敷に連れ込まれているんですか。おそらくな。どうしたんだい。いつもの変わり映えのね、抜け荷ですよ。抜け荷？抜けになってとんでもございません。だったらなぜ逃げた。あ、荷物開けてみろ、ほら荷物。へ、中はお時計ですよ。時計？はあ、どこへ届ける。大入荷直参か。はあ、実は上関藩の下屋敷でございます。金獣役戸賀門兵馬です。深川奉行早見右近。社長バルナーできれだよ。日本橋三島屋からの大事な預かり物とは。時計だよ。これは恐縮です。高額のために聞きてんだが、三つも買い込んでどうするんだよ。時計は刻限を図るもの、そのために使います。ちげえねえ、野暮なこと聞いちまったな。お元気な若君だ。手丸組に何をする。手を離せ、手を離せ、手を離せ、手を離せ。ああ、穏やかな日和だ。下手に波風立たしたくねえな。ほんじゃ足はこれで。そちゃ深川奉行の務めを何と心得る。若年寄り水沢近江の神は御隕石の間柄じゃ。年寄りに余計な気を揉ませるな。ご家老、案ずるな。若年寄り水沢泉の神様より老中稲葉のじじいを通し深川奉行の動きは封じた。それは何より。それより国家老の石坂が明後日の夕刻に江戸に着くとの知らせが入ったぞ。明後日の夕刻、それまでにことを片付けねばならん。よいな、どうも。旦那、何もこんなとこへ来てまで小寄り作ることねえでしょ。お奉行の気が知れねえよ。見張りは続けてろ。え、全国ご老中にお叱りを受けたばっかりなんで、バカ回しくてやってられねえやん。あ、セクシー引き上げよう。え、あ、旦那、お、おいけん。あの、お奉行に知らせる。旦那、こいつは本当に
人助けのためにやるんでしょうね。武士に二言はない。じゃあ離れてください。遅いぞ。しくじったのであるまいな。もう少し待っておくなせ。ちょっと様子を見てくる。危ねえよ正明。上関藩の奴らどうしたの？いや、引き上げました。ただ家中の者が一人爆裂弾に吹き飛ばされて影も形もなくなりました。こいつはすげえや。お奉行、これは何でしょうか？ここにもありますよ。時計が爆発したんです。時計か。こいつが爆発したとおっしゃるんですかい？時計をある刻面に合わせてその時が来たら爆発する。そのために時計を使うとは考えられねえか。お奉行様、その仕掛けだ。お奉行様、蓮の馬の国上関藩の若君様が下屋敷へおなりだそうで、詳しくは皆川様。読めた。明日こいつを使おうっていうのか？父ちゃん、まだ見つかんないんですか？一体どうなっちゃってんですか？無理言うなよ。大名の下屋敷に連れ込まれてて、俺たち待ち方じゃおめえ手出ねえんだよ。これでお願いします。父ちゃん連れ戻してください。しんべヱさん、深川奉行所はお金をもらわなんだら動かぬんですか？こんなものを出されてもどうにもならんということですよ。そんなら話しなさい。それでボンはどこ行きました？ボンは花火小屋へ詰め切れですよ。花火小屋？お奉行もね、大名相手じゃ手出しができねえんで諦めたんでしょ。そうか。さては大名屋敷をボンは爆破するつもりやな。え、爆破？大きな声出しながらびっくりするじゃないか。だからね、彼ばっかり見てないでよう考えなさいって言うんだ、このじいさん。じいさん。いやいや、兄さんって言ったのよ。あんた耳悪いの？兄さん。じいさん。あのね、心配しなさんな。きっとお奉行があんたの旦那さんを助け出してくれますからね。ね、兄さん。ありがとうございます。わからねえか、とっつぁん。待ってよ、こんなせ。どうして時が来りゃ炎症に火がつくのか。大名の若様の命が狙われてんだ。頼むよ。
とっつぁん。お奉行はどこへ行っちまったんだ。江戸に花火屋が何軒あると思ってんだ。全部探したら夜が明けちまう。こいつを持って下屋敷へ乗り込むんですね。こいつを仕掛けて上の関藩の重役の目を覚ましてやりてんだよ。ダメかよ、とっつぁん。おお、できたか。それじゃ、明日はこれで帰らせてもらいます。だ、我が藩の一大事の前じゃ。今しばらく待ってくれ。お奉行様、やっと理屈が飲み込めましたぜ。ありがてえ。お奉行様、できたかい。おそらくお奉行様の意に添えたものができたと思います。ありがてえ。恩に切るで。おお、これか。北限はこの針がこちらと重なりますと爆発。心得た。松千代君には乙啓花火をご覧に入れると申し上げてある。粉みじんに吹っ飛ぶことも知らずにな。考えればおいたわしいことでございます。今さら何を。全てはお家のためじゃ。ところで、花火職人の始末はつけたのであろうな。職人佐吉は我らの企みも我らがどこの家中のものであるかも存じません。君とが亡き者を犠牲にすることは。たわけたことを申すな。大事の前の障子じゃ。下手な情けは無用。生駒様、早くせい。時計はもう動き出しております。やむを得ぬ。後で必ず始末しておけよ。これが仕掛け時計花火か。あ、異国より取り寄せましたもの。とくとご承諾くださいませ。では若、時計花火を庭に持ち出しご覧になってください。うん。おい、生駒様。深川奉行。深川奉行がいかがいたした。待ってください。
芸者の御用さえろ。これは江戸家老様で、ご無礼の段は平にご容赦。何の用向きがあってまかりこした。妻、この仕掛け時計を松千代君にご覧に入れたいと思いました。何仕掛け時計、それも見せてくれ。これか。はい、若様、話が早い。さあ、大丈夫でしょうか、お奉行は。今さら気をもんでも仕方あるめえよ。負ける勝負はしねえ人だからな。どこに仕掛けがあるのだ。はい、この針がここまで来ると白、赤、青、黄、紫、五色の煙を出します。その針が少し動いたのだな。はい、としておくことは、この仕掛け時計に花火でなく火薬を仕込まれでもしたら、ここにいる家来たちは皆吹っ飛んでしまいますよ。松千代も吹っ飛んでしまうのか。はい、四方八方へ飛び散ります。貴様、何も江戸家老様がそんな企みを仕組んでいるなんて思っちゃいませんよ。物騒なことをしたら、お家騒動のトガで神の関藩は改易没収。そんなバカなソロバンを弾くはずがねえ。黙れ黙れ黙れ、お下がりください。化けの皮が剥がれたようだな。花火職人、佐吉のいるところへ案内してもらおうか。どうなんだい、お大名の家督相続なんて深川奉行の利用分じゃねえんだ。目つぶってもいいってんだ。若君さんや上の関藩五万三千石を救ってくれたあの男を手厚く葬ってやんな。お奉行様、江戸の連中にとっちゃおめえはかけがえのねえ体だ。これから10年20年、両国の夜空をきれいに飾ってもらわなくちゃならねえからな。
くなるようなこと言うなよ。おい音、目を離すと足の向くとこはいつも同じなんですね。ご老中様よりお呼び出しにてございます。かしこまらんでもよい。今日はそちと世間話をしようと思ってな。神の石藩に着し、松千代君が急死した。急死。届け出たところによると、池にはまって溺れ死にだそうだ。静着はご次男秀丸君に。また土左衛門かい。埋め立て地の中に埋め込まれていたんです。野良犬に危なく骨にされるとこでしたよ。ひでえことしやがる。風天は遊び人のようですが。やりやがったのか。罪も咎もねえ若様を。いよご家老の殿下が参りました。今宵の花火のようにきれいに開いてくれたか。ご次男秀丸様の後ろ盾として上の関藩は思うがまま。そうあからさまに申すな。一時は深川奉行の直会でどうなることかと気をもんだよ。しかしこうなってみると次元爆裂団など余計な手間をかけずともよろしゅうございましたな。何者だ。三千石の下屋敷と知っての狼藉か。百も承知で。吹き矢の筒がおめえたちの悪事の証拠。どこのお家にも事情があると目をつぶった俺が迂闊だったよ。黙れ黙れ、取れ物、頭巾を取れ。貴様は深川奉行、一町奉行の分際で上の関藩五万三千石に盾を突く気か。元服前の若君の命まで。切れ切れ切り捨て。ずらずら高い。
の赤飯53,000石を私せんとする不定の輩ら天に代わって破れ奉行てめえら消え。両国の川開きはこの当時から40年後陰暦5月28日でその華麗な花火は江戸名物の一つになった。改め相沢修練その周りに色めく3つの影次々に起こる殺人板前清吉の不審な行動。マリリンさんね、あのこうですよ、こうして食べますか、うん、私と思って大事にしてくださいね。センキュー。英語どこで覚えてね。あの北の方で。たった一人の生き人を殺されちまったよ。右近の目に激しい怒りの色が破れ奉行奇襲発展場の曲にご期待ください。